はようございます。実はですね、この子、私がトライアスロンをやっていた時に、使ってた愛車なんですね。とっても気に入っている愛車くんなんですけど、ちょっと山にこれから行くもので、お嫁さん嫁ぎ先を探しております。これボーラ2というタイヤと、これはカンパニョーロっていうイタリアで全部揃えてるんですけど、あとルックのここもカーボンですね。カンパニョーロのコーラスっていうものと、デローザ、これカーボン、メラクで、さらに言うと、まあ、ここもカーボンですね。で、これももちろんカーボンで、この辺りもセラミックに変えてます。すべてセラミックに変えてまして、でガーミンのもちろんこちらの評判のいい、あれですね、計測できるものもついてます。そしてこんな細かいところまで、ここももうカーボンです。エリート、カンパニョーロとデローザのカーボン。もう これカーボン以外何も積んでないですよね。コーラスぐらいです。コーラス一部カーボンじゃないんで、ですね。なんでこの辺はですね、練習をしなくてもある程度のところまでついていける自転車に仕上がってるはずなんですよね。まあ、そういうことで仕上げてもらったんで、誰かですね、どなたか、あのこれからトライアスロンされる方いればぜひ思ってます。ただこれデローザー、ここカットだからですね、これ多分ここが変わんないんですよね、サイズが。私が170で足がこのぐらいなんで、ちょっとね、サドルのサイズがこれ変わんないかな、そこだけですね。それがあれば、あとこの後にもシャマルっていうのが、タイヤが1本と、シーコンっていうもの、これを全部入れるためのものと、あとですね、ローラー台と、まあ細々とした整備品全部すべてセットで誰かにお譲りしたいなと思ってます。これを山グッズに変えられればと思ってます。はい、デローザでした。でもって本日の1本ですね、これもしかして以前紹介したかな、カブリオってっていうベルギーのメガネなんですけど、これ子供用のサングラスです。これマジックテープで留めて帽子サンバイザーになってるというね。これすごく軽い、もちろんこのなんていうんですか、これなんていうの、浮き輪みたいな素材ですよね。でレンズはしっかりとしたレンズが入ってるんで、子供がつけて遊ぶにはもってこいなんですけどね。これ日本にはまずないんですよね。うちが一回代理店になったんであるんですけど、ちょっとね、なかなか仕事がそこまで手が回らず一回やめちゃったんですけど、とってもいいメガネなんですけどね、私が山でかけているメガネと同じです。ベルギーカブリオ、本日の1本です。